ジャン君、なんだかわからないけど、こんなとこにジャン君は入り込むのが好きになってきました。ポンちゃん、はい、ポンちゃん返事をよくするようになりました。お利口さんね、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はい。お利口。お利口ね。しっぽう、しっぽう。うん。何言って、やめてって、私のおしっぽよってね、ポンちゃん、かわいい、はい、ジャン君、おしっぽよ、おしっぽ触るならおやつちょうだいって。今ですね、よいしょ、この招き猫をストロボ撮影する、準備をしています。ストロボはこれです。一眼レフ、に上向きの角度で、ストロボを焚くという感じですね。これを練習していい感じに撮れるようにしようというのが目論みです。暗いと、シャッタースピードは80分の1で、明かりの種類に応じて自動で色合い、ストロボの時に効くかな。例えばここで決定みたいなこと、明かりの種類に応じて、いや、マニュアルを選んだ、やってみようか。こんな感じに無理、どうだ、こうか、こうか、取れました。
さあ、ちゃんくん、ぽんちゃん。おい、ぽんちゃんくんもおいで。ちゃんくんとぽんちゃんがよく甘えるようになってくれてですね、信頼関係もちょっと築けてきてるかなと思うので、こんなことをしてみようかな。はい、いや、はい、そう、あいで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 、ぽんちゃん、あいで、ぽんちゃん、あ、ちゃんくん、ちゃんくん、ちゃんくん、あいで、あいで、あいで、ちゃんくん、あいで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 、はい、裏回ってきましたね。はい、ちゃんくん。そうだ。はいはい、はい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 。はいはい。はいで。はいで、で。はい。これやる？よいしょ。よ。はい、はい。ぽんちゃん。ジャン君は、ほぼ抱っこがあまり好きじゃないんですけれども、持ち上げられること、それから、抱きしめられることに、なんとなく不安を感じてるんだと思います。遊びで、ちょっと持ち上げて、移動っていうのが、ちょっとだけできるようになってきているので、まあ、絶対抱っこしなきゃいけないとは思ってないんですけれども、少しでも近くですね、慣れるんであればやってみようかな。毛がちょっと取れるね。はい、はい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 、遊びだよ。はい、おいで。はい、で、じゃんくん、じゃんくん、おしゃくんおいで、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 じゃんくん、おいで、じゃんくん、来ないんかい。考えちゃった。はい、はい、ポンちゃん、じゃあおいで。はい、はい、ポンちゃんは割とこれ大丈夫なんだもんね。はい、ポンちゃん。はい、はい、うん、うん、
ちゃん。